はい、というわけで2023年の9月13日から11月10日まで約2ヶ月間実施した秋のヨーロッパサナ旅のまとめ動画です。この可愛い猫はクロアチアで泊まった1泊約3000円のホステルで飼われている猫ちゃんです。誰でも出入り自由な共用キッチンのソファーで酔っ払いと一緒に寝てました。今回は57泊58日というスケジュールでヨーロッパ10カ国を回って各国のローカルサウナに合計で33回入ってきたんですけど、なんとかギリギリ予算の100万円以内に収まってました。旅のトータル金額が99万7626円です。今回のレートは両替手数料等込みで1ユーロ158円で計算してます。日本を出国した9月13日の時点では本当にちょうどこれくらいのレートだったのですが、後でクレジットカードの明細を見たら11月は162円くらいのレートになってましたね。なので実際に口座から引き落とされた合計金額は100万円を少し超えてしまっていると思います。ちなみに現金が必要になるケースはほとんどありませんでした。ごく一部のローカルサウナやレストランで現金しか受け付けないというお店があった程度です。300ユーロだけ現地の ATM で最初に現地通貨キャッシングして、それで事足りました。99万7626円の内訳はこんな感じです。飛行機成田アムステルダム往復18万8410円、サウナ33回分72410円、ホテル56泊分43万808円、交通費飛行機を除く全ての交通費ですが84496円、食費雑費遊興費21万1622円、通信費 SIM カード9880円です。それでは一つずつ簡単に解説していきます。まず飛行機代の18万8410円について KLM オランダ航空の直行便を取りましたが、安く抑えられたと思います。夏休みが終わってオフシーズンだったからでしょうか。行きも帰りも1日ずらすだけで価格は1万円から2万円くらい変動してました。次にサウナ33回入って7万2410円なので1回あたり約2194円です。今回宿泊客は付属のサウナが無料になるサウナ付きのホテルに12回宿泊しているので、そのホテル代は計算に入れてません。実際にサウナ料金を単独で支払った施設で平均すると1施設あたり3620円ですね。日本の銭湯サウナのような1000円前後の安いサウナというのはまず見つかりません。次にホテル代ですが、56泊で43万飛んで808円、1泊7693円でした。サウナ付きの高級ホテルに泊まったり、物価がめちゃくちゃに高いスイスも回ってきたことを考えるとかなり抑えられたと思います。環境は劣悪でしたが、1泊3000円から4000円の相部屋ドミトリーの安宿に積極的に泊まったのが大きいですね。飛行機を除いた現地の交通費8万4496円は相変わらず安く抑えられていると思います。タクシーやウーバーは一切使わず公共交通機関もしくは歩きです。食費雑費遊興費21万1622円は58日で割ると1日あたりの平均が3648円です。ホテル代や交通費を除いた全ての現地費用がこれに当たります。自分で褒めてしまいますがかなり頑張って節約しましたね。前回のサウナ旅の最中ビールを飲みすぎてエストニアで痛風になってしまったのですが、それ以来お酒を控えめにしています。ひどい時は朝昼晩と飲んでいたビール代が今回は大幅に節約できているのでこの金額になったと思います。自炊もたくさんしましたし、外食も割安なケバブくらいしか食べてません。通信費 SIM カード9880円、オラフライといういつもお世話になっている eSIM です。60日間容量無制限でこの金額でした。最初に5分くらい設定をする時間があるんですが、あとは一切操作不要です。国境を越えると10分くらい新しい電波を探してネットにつながらない空白時間ができるのと、一部の山間部ではつながりにくいことを除けば完璧です。以前は通話とショートメッセージの機能がついていなかったんですが、この秋から料金は変わらずで最大60分の通話とメッセージ機能も追加されました。かなりおすすめです。2023年の1月から海外と日本を行ったり来たりしてましたが、今回の秋のサウナ旅でおかげさまで海外サウナの訪問施設数が100件を超えて104件となりました。2024年は一旦真面目にまたせっせと日本で働いてお金を貯めて、いつになるか未定ですが、また近い将来海外サウナ旅に出たいと思います。ちなみに現時点では YouTube の収益は頑張ってせいぜい月5000円いくかいかないかといったところです。これが YouTuber の偽らざる現実ですね。いつも動画のご視聴、コメント、高評価、またチャンネル登録ありがとうございます。おかげさまで今回もなんとか無事に日本に帰ってこれました。
といったところで、今回の秋のヨーロッパサウナ旅のまとめ編終わりたいと思います。ぜひ皆さんも海外サウナ旅チャレンジしてみてくださいませ。最後までご視聴ありがとうございました。今回泊まってるホステル、猫ちゃんがいるっていう噂本当でした。私軽く猫アレルギーですけど、部屋にはね入ってこないと思うので大丈夫だと思います。